2023MAMA Award DIBUGS BND の MC を務めてほしい韓国俳優はというテーマで、ネットユーザーを対象にアンケート調査を行いました。今年11月に東京ドームでの開催が決定した KP オープニングの祭典 MAMA Award DBS US BND、 大人気授賞式の日本開催に世界中の KP オープニングファンが関心を寄せています。そこで今回は全世界のファンから愛される人気韓国俳優を9人ピックアップ、2023MAMA Award DIBUGS BND で MC をしてほしい韓国俳優1位に選ばれたのは一体誰だったのでしょうか。3位に登場したのはソ・イングクでした。投票では全体の 9.09%、 328票を獲得しています。 TVN 空から降る1億の星2018や刑バスストック、美男堂の事件手帳2022などで主演を務め、高い演技力でファンを魅了するソ・イングク。歌手としても活躍し、 YouTube 活動も積極的に行うマルチエンターテイナーです。テレビのバラエティ番組などでも実力を発揮する彼は2013年2014年に刑バスストップ2の芸能授賞式刑バスストップ芸能大賞で MC に挑戦。さらに2015年には KBS ワールドを通じて100カ国で放送された刑バスストップ2 KP オープニングワールドフェスティバルインアキラハラチャンウォンの司会を担当しました。現在は女優のパク・ソダムと主演を務める TVNG の新作ドラマ「もうすぐ死にます」が放送を控えています。2位になったのはパク・ボボムでした。投票では全体の 17.96%、 648票を獲得しています。爽やかなビジュアルとスマートで優しい人柄の良さが高く評価されている俳優のパク・ボボム。刑バスストップに雲が描いた月明かり2016や TVN ボーイフレンド2018など多数のロマンス作品に出演し、視聴者をときめかせています。 MC の実力も高く、 MAMA Award DIBS US BND では計4回の進行を務めたことも。他にも韓国のゴールデングローブ賞と称される授賞式デクサン芸術大賞などでもその実力を発揮しています。9月末には舞台 LETMEFLI に出演し、待望のミュージカルデビュー。9月末には舞台 LETMEFLI に出演し、待望のミュージカルデビュー。1位に輝いたのはキノでした。投票では全体の 58.18%、 2099票を獲得しています。 2PM でメインダンサーを務め、俳優としても活躍するイ・ジノ。 JTBC キング・ザ・ランドでは少女時代のユナとの共演が大きな話題となりました。8月23日には日本スペシャルシングル Can I をリリース。さらに7月8月にかけてソロデビュー10周年を記念したアリーナツアー リ・ジュンホ・アレナ・フュー・ユア2023を開催するなど、日本でも積極的な活動を行っています。過去には音楽番組のスペシャル MC としても活躍し、2021-2022年の MBC 歌謡大祭典ではリナと共にメイン MC を担当。
息の合った2人のケミ、相手との相性が人気を集め、ロマンチックな特別ステージも注目を集めました。アンケートページには、思いやり気配りのあるジュノさんが最適任です。何事にも真摯に取り組むジュノさんを応援しています。絶対にジュノさんにお願いしたいです。きっと素敵な MC をしてくれると思います、と多数のコメントが寄せられています。現時点2023年10月10日では、まだ MC が発表されていない 2023MAMA アワール DBUGSPENG、 今年の MC に選ばれるのは一体誰なのか、今後の動向に注目です。